マルティネス投手不在の時どうするかっていう問題も。マルティネス、はい、不在ってことは例えばなんですけど、うん、いなくなってしまう。これまたもういなくなっちゃうのかい。まあ、今年はいますからね、間違いなく。はい、今年が投げれない状態があった時でしょ。それはいくらでもいるんじゃない。代わりにまずずらせばいいだけ。松山にしても清水にしても多少経験が少しあるからね。これ来年になったら もっと真剣に考えなきゃいけないけど、まあ、これがいるかいないかも初めから分かってるからね。